紅麹を使った小林製薬の健康食品紅麹コ,コレステヘルプを摂取した札幌市に住む40代から80代までの男女4人が新たにオートなどの健康被害を訴えていると発表しました他の管内からの報告はありませんでしたこれで小林製薬の紅麹を使った健康食品を摂取して健康被害を訴えているのは31人になります 保健所では回収命令が出ている当該の3商品を接種後、体調不良の人は医療機関を受診し、相談するよう呼びかけています。